のブルーの車体が、はい、入場してきました。はい、シボレーラムのオーナー安本和志様です。おめでとうございます。それではトロフィーをお受け取りください。はい、それでは記念撮影参りましょう。の要するに何ですか、シボレー版ですよね。そうです、OEM、OEM ですね、当時の、はい、当時ので、あの前半分はフローリアンっぽいですね、ファスターですね、ファスターですね、はい、だからイスズファスターというのが日本で売られていたこの同じ形のトラックで、はい、その前回ると実はフローリアンの部品を利用していて、 でそれのシボレー版がこのラムであると、はい、というわけで左ハンドルになっておりますね、はい、この車かなり珍しいと思うんですけれども、はい、どういう経緯で。実はこれは私の友人がアメリカに留学している時に向こうで乗ってた車を留学から帰ってくる時に一緒に連れて帰ってきた。日本に持ち帰ってきた。持ち帰ってきた、でその友人がまたアメリカ行ってしまって向こうで結婚して向こうで住んでいる、でどうしようかと、送り返そうか、誰か乗ってくれる人いたないかというところで私とこに連絡があって、じゃあ僕が引き取れるということで、はい、で引き取られてから、はい、ずっとご自分で維持されてるんですか。そうです、まだ来て3年ぐらいしか経ってない、はい、なるほどなるほど、まあ、まあ珍しい車なんですけれども、はい、あんまりこう実用的にこう荷物はあんまり積んで仕事させたりはしないんですね。じゃあそうですね、ほとんど乗ってないですね、うん、なるほど、はい、受賞された今の気持ちはいかがでしょう。最高です、ありがとうございます、はい、そのお友達の方とは今も連絡は、もちろん、はい、じゃあ受賞の喜びをね、ぜひ分かち合っていただいて、はい、まあ、とにかく今となってはもうこのイスズのファスター自体見ないですから。はい、シボレーラブ安本様でした。安本和志様おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは本日いよいよ最後の受賞者ということになりますが、昭和レトロカー万博賞3代目お願いします。はい、エントリーナンバー14